茹でた野菜に和えるだけ。2種類の味が楽しめるモランボンウェルベンベジライフナムルの素。材料はたったこれだけ。他にもいろいろな野菜とあえても美味しく食べられますよ。はじめにもやしのナムルの作り方です。まずたっぷりのお湯に塩を少々加え、もやしを茹でます。茹で上がったらザルにあげ、水気を切って熱いうちにナムルの素と和えれば出来上がり。続いてほうれん草のナムルの作り方です。まずたっぷりのお湯に塩を少々加え、ほうれん草を茹でます。茹で上がったら流水で冷やして、しっかりと水気を絞り、食べやすい大きさに切ります。ナムルの素と和えれば出来上がり。塩味は人参やブロッコリー、オクラなどにも。醤油味はキノコやナス、ピーマンなどもおすすめです。ごま油とニンニクを効かせたさっぱりとした塩味、コク深い醤油味の2種類が楽しめる。和えるだけであっという間に出来上がり。モランボンウェルビンベジライフナムルの素、ぜひお試しください。